鬼丸テレビ。鬼丸珍道中。好吃、うん、或者是好吃。好吃。これとスープめちゃめちゃ。さあ、やってまいりました。続いてはですね、もうオーダーをする時にも、どんなものが出てくるのか想像しやすそうな、日本人でも安心注文のできる、ガチ中華やってまいりました。お店がイビシャン、イビシャンでございますね。もう有名人が妙に来るお店。さあ、じゃあ早速行ってみましょう。こんにちは。どうもこんにちは。三遊亭鬼丸と言います。よろしくお願いします。すいませんご主人。はい。もうなんか仕込み中でお忙しいのは重々承知なんですけれども、はい、ちょっとお邪魔します。はい、よろしくお願いします。いやもうなんか表で有名人の写真が飾ったの見ましたけど、はい、なんか相当なグルメな有名人、はい、秋元康さんも、はい、ねひいきにしてるって、はい、でちょっと本当忙しいの分かってるんですけど。はい、ちょっと私もこちらでその本物の味をちょっと味わせてもらってよろしいですか。はい、わかりました。ありがとうございます。ご主人はもうこの川口で生まれ育って、はい、まあ生まれたのは僕、まあ、あのソウルなんですけども、はい、6歳の時に日本に来て、はい、まあ、この店は31年目ですね。はい、その31年の間、じゃあこの西川口の町の移り変わりも見守ってきて、そうですね、はい、ね、あの男だらけの勢いやった時からそうですね、一回こう収まって、そうですね、で今この中華、そうですね、すごい増えましたけど、もう中華神になっちゃいますから ね、はい、でもやっぱ老舗ですよね、はい、じゃあ今日ちょっと楽しませてもらいます。よろしくお願いします。いやーこれメニュー見てるだけでね、もうなんか楽しくなってくるようなこのラインナップなんですけれども、まあすいません、じゃあもう、はい、ここに来たら絶対特に旬って言うんで、牡蠣のチリソースと、はい、もう秋元康さんの表の看板見てきたんで、はい、あの雑誌でも紹介した餃子、はい、焼き餃子、はい、あと、賞を取った焼きシューマイ、焼きシューマイ、はい、をお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろんな野菜物とかでもさ、今なんかだとちょうど時期だから下仁田ネギと牛肉の旨煮とか、下仁田ネギと牡蠣の黒豆ソースとかさ、これ春夏秋冬来るべきだね。はい、あ、どうも。はい、お待ちさまで。やってまいりました。焼き餃子、千人餃子。はい。うわ、大きい。はい。はい、焼きシューマイと、これ、おお、牡蠣のチリソースですね。牡蠣のチリソース。はい。ちょっとじゃあ牡蠣から先に行きましょう。本当に旬の牡蠣。牡蠣のチリソースって僕食べたことないです。やっぱエビがね、そうですね、一般的ですからね。で下の大葉とくるんで召し上がっていただくとまたさらに美味しいので、ほー、ちょっとじゃあ最初一つこれでまんまいっていきます。はい、うん、まず粒が大きいですね。はい、粒が大きいんだけどそんなにチリソース絡まなくても、チリソース自体がめちゃめちゃ美味しい塊になってる。ちょっとじゃあちょっと店主おすすめの、はい、しそ巻き行ってみよう。いただきます。じゃあこの形で、はい、いただきます。うん、間にしそ入るとややさっぱりしながら、はい、うん、あ、なるほど、これシソですね。しかもそうですね、だシソの香りとその牡蠣の磯の香りがマッチして美味しいんですよね、うん、はい、ここは急に和なんだけどそれがしっかり中華に溶け込んでくる、はい、うん、美味しい。ちょっとじゃあ行きましょうか。ちょっとこれまた後ほど、じゃあ千人餃子いきますね。はい、これ何にもつけないで、何もつけずにそのままですね。そのままが、これ見てよ、もうこのきつね色、いつかですか。はい、ねえ、いただきます。うん、え、な、何、美味しいんです。はい、美味しい以上になんかコメントができないあまりにも
美味しい の, あの感じが複雑すぎて、あの中身がもう16種類以上入ってますので、はあ、で皮 も, あの手作りですから、ね、はい、もちもちっとしてて16種類、はい、これ言っても言える範囲で大丈夫、大丈夫ですよ。どんな、まあ、白菜とかニラ、はい、あとはパクチーとか、あ、パクチー、はい、うん、あとは干しエビとかホタテ、ホタテ、あとまあ肉も入ってますよね、はい、はい、うわ、そのいろんな旨味、そうですね、うん、だからホタテとかエビの旨味ちゃんと野菜の甘みも、はい、そうです、吸いながら、そうです、そうです、すごい、あんが一体感ありますよね。そうですね、うん、おつゆ、そのおつゆ飲んでほしいですね、おつゆ、そうなんですよ、これ醤油とかお酢つけちゃうと飲めないんで、うん、できればつけずにこのまんま、そうなんですよね、え、はい、ちょっとじゃあシューマイも、うわ、シューマイは今度横ちょっとこうあれなんですね、空気入ってる感じというかピチーじゃないんですね。そうですね、ふわっと優しく包んだ感じの、はい、いただきます。うん、玉ねぎの甘みと、はい、豚肉の美味しさ、うん、このさすがコンテスト受賞商品、はい、埼玉県産 の, あの黒豚、彩の国黒豚っていうのを使ってるんですよね、うん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 、それも 100% 使ってますから、で国産の玉ねぎと、うん、こっちはもうむしろもうそれだけで、そう、そういうことです、逆にもうシンプルに、はい、うん、でその餃子はうちの父が作ったんですけどね、はい、で父はこういろんなもの足して、はい、あれだこれだって足してるうちにどんどん美味しくなるみたいな、僕は逆にどんどん引き算でどんどん減ってって、本当にもうその黒豚と玉ねぎだけみたいな感じで作ったんですけどね、うん、はい、それで言うとだからあの中華という括りですけど、はい、そのお父さんは本当にその、まあ、中国の人の発想で言うと足し算、はい、はい、ちょっとこっちやっぱ和の意識あるね、はい、引き算でこう、はい、美味しい素材をこう、はい、うわー、これやっぱこれもっと大勢で来ます今度、はい、ね、ということでご主人、はい、本当にあの堪能させてもらいました。またこの後もいただきますけれども、はい、あの仕込み中ね、忙しいところ時間いただいてありがとうございました、はい、こちら鬼丸テレビのステッカーですんで、はい、ありがとうございます、まあ、ちょっとどこかに貼っていただければ、はい、貼ってきます、でまた必ず来ますんで、はい、わかりました、どうもありがとうございました、ありがとうございます、いただきました。さあここは、あ、香港、本場香港味チャーシューって言ってるもんね、あ、蜂の巣味付け豆腐、へえ、テイクアウトと中もある、でもこれちょっとあれですね、相当日本人向けですよね、きっとね、ちゃんと全部カタカナとかで読ませてくれるから、ちょっとじゃあここ入ってみましょうか、ほう、すげえ、カモがちゃんと一匹丸々首ごと、この首の根っこのこことか食べるんだよね、こう輪切りにして、ちょっと行ってみましょう、こんにちは、こんにちは、一人です、うちのおすすめは、はい、ロストダックとチャーシューで、ね、あと、はい、天津は、うん、ショーマイと蒸し餃子がおすすめです。じゃあカスタードマンとローストダック、あ、はい、お待たせいたしました、どうもありがとうございます、ロストダックです、はい、いただきます、これじゃあこの辺行きましょうか、うわー、確かに鴨の肉のね、赤さ、じゃあいただきます、うん、味染みてて美味しい、うん、普通の鶏肉とやっぱり旨味が全然違うよね、ほんとだ、この辺もタレが美味しい、特にシェフは自分でなんか作ったのをタレで砂糖とかなんか、うん、この醤油とか醤油が何か煮込んで、うん、だから自分で作ったの、そうだね、自家製の、うん、ここの店の味だよね、そうです、お待たせいたしました、はい、カスタードマンです、はい、ちょっと思ってんのと違った、うんうん、周りが透明なんだ、そうですね、なんか水晶みたいで、うん、お母様もなんか楽しい、うん、ああ、お子さんね、なんか日本の水まんじゅうみたいだよね、じゃ行きましょう、プルプル、これですよ、プルプルね、え、でじゃあちょっと中切って、すっごい弾力、こんな感じです、結構カスタードは卵感の強そうなね、こちら
カスタード餡でございます。いただきます。うん、おいしい。この周りのプルンプルン感と中のカスタードがすごい卵感になる。滑らかな方じゃない方、なんかしっかりカスタードが斬新。おー、これちょっともう一個いっちゃうかな。これすごい、これ発明だよ。もっとみんな作って売ればいいのに。これこう、うん、だいたいこうやって透明になったら日本人冷やしちゃうもんね。それは冷やさない。これおいしい、大発明。やっぱ香港の人すごい、食を知ってる。どうもありがとうございました。大変おいしゅうございました。こちらの番組のステッカーなんですけど、はい、どっかこうこの辺でもいいんですけど、どっか店のどっかに店主の許可を得て、勝手に貼ると怒られるんでしょきっと、はい、ね、じゃあ勝手に貼らないで許可を得てから貼ってください。どうもありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございました。ということでございまして、やっぱ中国は広いんでね、あの中華という括りで言ってもそのお店お店の特色がとにかく、引き出しが多かったです。ぜひ皆さんもね、西川口にお越しいただきまして、一軒一軒しらみつぶしに、中華の凄みを味わってください。私は今回味わいました。川幅グルメが多数あるという、私うどんしか知らないんですけど多数あるということなんで、これから行ってみたいと思います。幅もすごいけど長さもすごいな。あ、なんか袋に入ってないの見るとまた一段とデカさが際立ちます。